10月5日、月曜日の山陽新聞ニュースです。マーチングイン岡山が4日、岡山市内などで行われました。新型コロナウイルス感染予防のため、無観客での実施で、迫力ある演技は、国内外18カ所の会場から動画投稿サイト YouTube で生配信されました。2つの部門に、マーチングバンドや、 バトンチーム32団体のおよそ1600人が出場しました。岡山県内は岡山市南区の思想合文化体育館が会場で15団体が息の合ったパフォーマンスを披露しました。新型コロナウイルス感染症の影響で中止となった自転車、ハンレース、昼クライム大会の代替イベント、プチクライム大会が四日。 高橋市内で開かれ、岡山県内の35人が、秋の山道を駆け上りました。大会は、人数制限や消毒を徹底した上で、15キロと10キロの2コースで実施され、参加者は、タイムは競わず、それぞれのペースで楽しんでいました。浅口市の根校協本部で4日、秋の大祭、行き紙、根校大臣大祭が始まりました。 今回は新型コロナウイルスの感染リスクを軽減するため受け入れを制限していて初日は全国からおよそ600人の信者が参拝しました。祭典は7日と10日にも行われ3日間でおよそ2000人が参拝する予定です。続いて天気予報です。10月5日岡山県南部は曇り 昼前から晴れでしょう。最低気温は21度、最高気温は27度でしょう。岡山県北部は曇り、昼前から晴れ、ところにより明け方雨でしょう。最低気温は18度、最高気温は25度でしょう。降水確率は岡山県南部午前0%、午後0%、岡山県北部午前10%、 午後0%でしょう。ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。